はい、7日勝負が終わりまして、今スタッフがみんな帰るところです。ジャパンニューアルファテイムズ、本日は9月の17日土曜日です。もう毎回同じオープニングになってきましたので、もう早速ね、店内の方に行って、秋田を見て、今日はいろいろいいところをつまみつつ、スロット、パチンコ両方打とうかなと思いますので、早速2階のスロットコーナーの方に行きましょう。はい、2階のスロットコーナー、最新台が、天下フグと、ブラッドプラスと秋台がない、で今日ね1日見てた中でこれびっくりですよ。リング1万2000枚と今日の別積みはリングでしたね。まあ一発だよな、そんな出るんだね。ちょっと見ます ?183、118、ちょっともうちょっと欲しい、もうちょっと欲しいな。まあ、前回打ちましたルパン1台だけ空きがあって340ゲームか、ね、3409と200、ちょっとこれは打てないな。はい、スロットコーナーで店内ぐるっと見たところ、ちょうどいいゲーム数の台がなかったり、チャンスゾーン狙いができるものがなかったので、パチンココーナーに行きましょう。でパチンココーナーで、投資10本ぐらい使ってまたスロットコーナー見に戻ってこようかなと思います。ちょっと久しぶりに、ここテームズでガロを打ったことがないんでね、ガロウと、ね、はい、ガロウ魔界の花が開いてまして、角台です。履歴的に線はまりとかしてるんですけど、関係ないです。今日全部単発だ、タン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 とね、関係ないです。そこら辺引きなんで、ちょっとスロットコーナーでちょうどいいのがないので、これで様子を見ましょうね。今回これ打ちながら、上のルパンのちょうどいいゲーム数が開くのを待とうかなと思ってます。ボーナス後の100から160ぐらいのゲーム数でのチャンスゾーン、それでどんだけやれるのかというのをね、前回から引き続きやりたいので、まずガロで、ジャパンにあればテームズの看板機種でもありますからね、ガロは。これで様子を見ていきましょう。回るね。おー、刺され、おー、刺さった、刺さったよ今、何回転か分かんないけど刺さった。赤激アツはなし。よしよしよし、とりあえずシンガロ赤もらったでしょ。早いよ、まだ投資が5本。黄色LFOG がなかったらダメなパターンがありますんで、大丈夫大丈夫大丈夫、レインボー出ちゃう。緑だ、スタイリッシュにいったんで大丈夫です。絶対に大丈夫と言い切ってもいい。よし、投手5本、今までの負けを取り返そうよ。回転数的には189かな。さあ、歴代ホラーバトルにしてあります。誰が出てくるかが問題。今トラブルです、玉詰まり中です。頼む。プルプルだ。とりあえず ST は入りました。はい、なんやかんやありましたけども、大当たりラウンド中に ST 確定しまして ST です。単発はやめようね。残り30回転ですあれちょっと不安だぞこれ。これ駆け抜けはやめようよね。ああそうね。いやー久しぶりにパチンコ打ってガロでパッと当たったんだから駆け抜けはやめようよ。耐えろ耐えろ、本当お願い、耐えて、耐えた、よし残り11回転。いやーまだ安心できないけど、減る減った、星2個。5点以上だったら大丈夫だろう。5点、まあまあ期待持てるよ。もう当たったこ、ラスト11回転しかないから。よし危ねえ、よかったよ。逆エンブレム、ああいかない。よし当たった、ブルブルザンバ、これは当てとこうね、ちゃんとね。よし終わった。お当たるよ、うん当たりました。あよっ、うん、7連おさあ緑保留、若干静かでしたけども。おい、今7連してますな。8連目、おー外した。うん、やっぱ次回予告とか熱いのを外すともうそこから何も当たらないと思うのは僕だけなのかな。なんか無抽選に入る気がするんだよね。はいラスト、まあ都合7連押せない。はい、終わりました。初当たりが早かったんでね、もう十分です。7連もすれば、まあ、最後ガロパトを見て、流しましょう。はい、投資5本 13,013 個でした。はい、2階の方に上がってきました。別積みが増えてるんですよ。マジハロ、まあ、メリゴ、あとマイジャグ3がじゃあぐらいいいんですね。2箱ハーですが6箱。ちょっとルパン打ちましょうか。ボーナス後即やめの台が、若干なんだかありますので、そこからまあ160ゲームまでのチャンスを狙いをしてみましょう。できればね100ゲームぐらい回ってるのがいいんですけど、まあ、とりあえず最後、パチンコだけで終わるのもなんなのでルパンを打ってみましょう。さあルパン再生、消されたルパン、前回打ちましたが初当たりを引けどもゴールデンタイムには入らずと、まあ、今回もねせっかく打つならばしっかりチャンスゾーンに入れて初当たりを引きゴールデンタイムに入れてパッとプラスにしましょうという企みですが、まあ大体ボーナス終了後即やめの台が多いので狙ってみる価値はあると思うんですよ。願わくば100ゲームぐらい回ってる台で160ゲームまで回すのが一番最適なポイントなんですが、うん、まあ、コイン持ちが結構いいので0ゲームスタートでもそこまで投資しないで160ゲーム回せるのかなと思います。で設定カンパ材料で10枚薬が、設定差があって、10枚薬が出れば出るほど、まあ、高設定なのかなというポイントがありますが、1つ注意点が、緑ボーナス、次元、五右衛門ルパン、が出ると MP で、その後2回は10枚矢が出ると、その MP を抜いた単独の10枚矢を数えなきゃいけないので、実はしっかりここを見ながら、ね、10枚矢の出現率を見る、これ MP ですね、事件、五右衛門、ルパン、その後は10枚矢が2回出ると、この10枚矢を抜いた10枚矢の出現率を数えましょうという感じです、通常時。だからその MB の出現率によってだいぶコイン持ちが左右されてはしまうんですけどね、全体を通してコイン持ちはいい方です。さあ赤ウォンテッドの、保留変化なんで、これはしっかりチャンスゾーン入るでしょう。現在138ゲーム、これ139ですね、ここまでの投資が4本、チャンスで、一発目からもう赤のチャンス出てるんで、期待して打っていきましょう。結局、ボーナス即やめで、4本でここまでつくんで、100ゲーム回ってなくても、狙ってみてもいいかなと。おー、チャンス、もう1回の赤チャンスで当てられたら非常にラッキー。もう1段階保留変化欲しいよね。はい、これは続けば続くほどチャンス、エースはパチンコと同じなんでね、もう1回欲しい。おー、あっち、さあ全然これでも熱いです、赤。これタイトル変化なしなんで、ここら辺のチャンスアップはないですね。緑保留で仲間2人はちょっと不安なので、ここでだいぶ期待持てる。3人いるとね、これで当たらなくてもチャンスゾーン、藤子ゾーンとか行く可能性もぐっと高まるんで、願わくばこれでパッと当たりたい。仲間3人の状態で緑、大丈夫でしょう。よし、投資4本、よし、第一関門突破ですよね。この後ですよ、167ゲーム初当たりゲットっていうか、この前半パートでゴールデンタイム確定したことが僕ないんですよね。一応抽選は行ってるんで、前半パートで、ART ゴールデンタイムで突入確定も一応あるにはあります。発展とか見てみたい。発展しただけでめちゃくちゃ熱いですからね。おお、チャンス、あっち、前半パートで赤チャンスはね、結構熱いですよ。発展だよ、これはもうゴールデンタイム確定にしたい。一応まだゲーム数残ってる状態なんで、これは後半パートではなく前半のチャンス、前半パートでもう確定したよ。あっち、いい拾いモンスターということで、ゴールデンタイム確定、第2関門突破、あとは出玉を伸ばすだけと。では行きましょう、ゴールデンタイム。はい、でまずは、いろいろ説明することはあるんですけど、出しながら説明していきます。青よりも赤の方がチャンスで、基本はワルサーラッシュで、ここで初期の、ポイントと言いましょうか、ボルジャーポイント20万ポイントあります。で1セット30ゲームなんですが、その消化中にトレジャーを貯めていって100万貯まれば継続確定と、100万到達しないで、ゲーム数全部消化すると、バトルに入って負けなければ継続と、30ゲーム1セットの ART となってますので、毎ゲームこのトレジャーがたまるのを願ってレバーを叩くと。で滞在ステージがいろいろあって、日本ステージが一番、トレジャーの獲得期待度は低いステージで、10ゲームごとにステージアップ抽選ありまして、それもシナリオ管理されてるんで内部的にどうなってるかが決まってるんですが、肝心なのがここ、これチャンス出てるんでステージは変わらないか。これにて30ゲームが終了、獲得したのが40万ポイントで、このポイントを参照して継続抽選を行いますが、最低でも大体 70% ぐらいは最低でも継続率あるんで、もうトレジャーポイントが少なくても結構継続してくれます。不安だけど、この台の好きなところが本当1回ゴールデンタイム入れたら継続率が 70% 近くあるんで、低設定でも頑張れるんですよね。ダメだ、そんなん言ってたら単発だ以上ですここで藤子が来て継続確定になったりしますが、以上です。うわ、しょっぱいな、やめましょうってことでした。流さずに投資が4本180枚ちょい負け、ちょっと別の台に移動します。ルパンからルパンに、うわ、これちょっと切ないな。そらナイスで取ったん、1台空いてますね。109ゲームということで、もうチャンスゾーン狙うにはもってこいな台。現在144ゲームウォンテッドつきましたんで、願わくばここでチャンスゾーンに入れたい。はいね、となると一応160までは期待は持てるんで、もうちょっと打ちましょう。現在162ゲームです。ウォンテッド入らないですね、残念ながら。その160までに入る 80% に当選せずというところで、微妙なんだよな。160きっちりで入るかどうなのかっていうところで、このままずるずる打ってしまうと持ち球も減ってしまうので、これが何もなかったらやめましょう。はい、で今10枚役を引いたので MP かどうかをしっかり確認してやめます、171ゲームやめ大移動です。ちょっともう1台気になるのがあるので移動します、ルパン3代目190ゲームから、スタート。この台を座った理由はライブカウンターが88だというところです、もうちょっとしたらライブカウンター100になってチャンスではあるので、ライブに入るかどうかなんですけどね、問題は。チャンス、はい、265ゲームライブカウンターが100ポイントになったので、ここから7ゲーム間のライオンチャンスゾーン、偶数揃いすればライオン入りますで、ハイとローがあって、今青なんでロー、ハイだと下パネルが赤なんです。稲妻が青なんだよな。はい、弱い。ラスト緑入れたいな、せっかくなんで。以上です、で今ですね、手持ちがもうあと50枚ぐらいですね。で若干のそのウォンテッドカウンターが、160ゲームまでのチャンス、煽りが今来てるんで、ちょっとこの手持ち50枚ぐらい使い切っちゃいます。ウォンテッドチャンス入ればラッキー。はい、ウォンテッドカウンターが146ゲーム、いやボーナス5ではないのでちょっと不安。入った、ラッキー。この10ゲーム間ね、本当1台1台大事なんで、熱いで7が止まるチャンスの方が一番熱いです。けど赤、煽りとしてはいいので。さあ行こう、赤ネクスト当て、ネクストは1回、あとはチャンスアップポイントが何個か緑ですね。ルパン、あールパン来ない、うわールパン来ないか、おっす、今日は引ける日だ、よかった、338ゲームルパンボーナス。さあ今回は前半パートで確定はできず、後半パートに行きます。バトルチャンス、こういうの大事。次はオーラ、あーオーラなし、あーここで確定はしない、頼む、あーまずい、単発か、ここまで行くと結構不安、ああいった、今日は違うね、ゴールデンタイム、そうそうこれこんだけいければあとは最低 70% 近くはあるんで、おシレットラッシュは、まあ、最低でも30、あ最低だ、まあ30からです。では30万から2本スタート。さあ1セット目のポイントが50万なんで、ちょっとテロップでこのトレジャーごとに、継続期待度を出しておきます。50万の時はこのぐらいと、まあまああるんですよ50万でも。さあ期待度は星3つ、2連続単発はやめようよね。こうして緑でこれで、あーパネルを押すこともできないのか、藤子ダメだ148枚以上です。終電の時間が近づいてきたのでやめます。はい、総投資6本182枚でした。最後店内ぐるっと見ましょう。モンスターハンターまんまいですね。出るね、やっぱ出るんだね、モンハンね。あれですよね、毎回まんまい出てるよね、テイムズ。すげえな。北斗とかはどうなんだ、3000枚、転生のショーが6000枚出てるわね。北斗転生の章6000枚、あとなんだろう、窓巻きも6000枚だわ、窓巻き2が結構大量導入されるのかな、ね、次のロケの時は窓巻き2が入ってると。ジャグラーの角台がね33の34と103分の1、反対の角台が38の30、113分の1、あその隣もすごいな、22の27、125分の1と。ジャグラーはやっぱいいんだろうな。こっちもだ、こっちの角台も29の22、121分の1、で今ちょっと中も稼働すごいいいので、ちょっとパッと見で分かるところだけピックアップしましたが、角台いいっすね。ジャグラー増やしたんですよ、向こうにもあるんで見ましょうか。新しく増えたジャグラーの島ですね。こっちは31の33、131分の1と。ジャグラーですよね、やっぱり。クレアの秘宝で27の20、145分の1ですかね。クレアまた打つ機会があれば打ちたいんだよな。まあ面白いノーマルタイプいっぱいありますので、今日はそんなところですかね。エンディングの方行きましょう。次戦の方終了いたしました。まとめますと、まあ、結果ガロがやっぱ一番いいなと。ジャパンニューアルファ、まあ、前点なのかな、ね、テームズさんで初めて打ちましたが、厚木金田店でもやっぱガロ推しだったのといつも稼働が良かったんでね打てなかったんですが、今日は、打つことができまして、初当たりもパッと引けて連チャンもしまして、やっぱガロだなと。400分の1でしょう、319分の1がいっぱい出てますけども、400分の1が置いてある限りガロ打ちましょうね。まあ深追いはせず初当たりが早かったんでね、そういうことを言えるんですけども、また次回もパチンコも狙いつつ400分の1を中心に打っていきましょう。そしてスロットはルパン、前回ちょこっと打ちましたが、今回はしっかりとチャンスゾーン狙い、狙いどころとしてはやっぱり100ゲーム近くから160ゲームのチャンスゾーン、ね、ボーナス終了後ですね、ウォンテッド入ってからの160ゲームはちょっとあんまり期待度はないので、今回運よく両方とも入りましたが、チャンスゾーンに入れてその10ゲーム間頑張って、初当たりを引いたら 50% で ART、約ね、約 50% で ARD、 そこから約 70% で継続するんですが、2回とも単発って持ってんだか持ってないんだかという感じでしたが、結果の方スロットでは若干マイナスですが、トータル周知はプラスと、久しぶりにいい勝ちになりました。いやー、最近ずっとひどかったんでね、まあ、ガロ様々といったところでしょうか。はい、ジャパンニューアルバテームズ、今後もスロットでしっかり勝ってパチンコでも出玉をねプラスにしていきたいと思いますので、次回の7日勝負10月の27日に予定をしております。ゲストの方を出しております、カルムナも、毎回セットでありますので、ジャパンニューアルファテームズで7日勝負を撮影をして、夜はカルムナと、次回もよろしくお願いします。もしよかったら足を運んで、朝から打って、やっぱり今日もまんまいっぱい出てたし、別積みいっぱいでしたし、皆様が足を運んで朝から打っていただければなと思います。他にも信頼情報出しておきますが、10月の27日の7日勝負の頃には北斗かな、窓まぎ2も出てるし、北斗も出てるし、スロットではいろいろと楽しみなものが出てますが、信頼を中心に次回立ち回りたいと思いますので、頑張りますので、足を運んで来ていただきたいと思います。皆様もよかったらルパンのチャンスゾーン狙いやってみてください。当たるときはガッと継続してね、一撃すごく出ますので、設定不問で出ますので、あそこら辺いいと思います。勝ったんでよかった、また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。